夏の嵐は1954年公開のイタリア映画である。監督はルキノ・ビスコンティ。テクニカラー、ビスタサイズ、121分。原作はカミロ・ボイトの短編小説、感動で異様戦争を背景にベネツィアの公爵夫人とオーストリア軍の将校との破滅的な恋をオペラ的に描いた歴史大作である。ビスコンティ監督初のテクニカラー作品。 音楽にアントン・ブルックナーの公共曲第7番が用いられている。テネシー・ウィリアムズがセリフを協力し、監督女子としてフランチェスコ・ロージとフランコ・ゼ・フィレッディが参加している。冒頭で上演されるオペラはジュゼッペ・ベルディのイルトロ・バトーレである。1866年、オーストリア占領下のベネツヤ。フェニーチ歌劇場でオーストリア軍のフランツ・マーラー中尉と、 反占領軍運動の指導者、ロベルト・ウッソーに公爵の決闘騒ぎが起こる。リビアは、いとこのロベルトを救うため、フランツをサジ奇跡に招き、決闘の申し出を断るように頼む。決闘は免れたが、フランツの密告でロベルトは捕まって流刑になってしまう。リビアは、夫のセルピエーリ伯爵に助けを求めたが、取り合ってくれなかった。その夜、 フランツと再会したリビアは彼に言葉巧みに言い寄られ恋に落ちてしまう。秘密の部屋を借りて王政を重ねる二人だったが、ある日約束の時間になってもフランツが現れない。リビアは彼の宿舎に行ってみるが、フランツの姿はなく仲間の将校から彼の遊び癖を聞かされる。やがて開戦し、フランツに会えないまま、夫とアルデーノへ行くことになった。そこへ、 突然フランツが現れ、リビアの思いが再燃してしまった。リビアはフランツ愛しさのあまり、ロベルトから預かった義援金を渡して、医者の賠償を費用にし、フランツを除退させる。彼を追って、ベローナへ行くと、酔っていたフランツは、娼婦のクララを彼女に合わせ、口汚く罵ののした。ショックを受けたリビアは軍に事実を密告し、フランツは、銃殺刑となる。リビアは、 フランツの名を泣き叫びながら暗い夜道を歩いていった。ありがとうございます。